皆さんこんにちは、ゆきちですってことでやってきましたってことでねっていくんですけども、さあサムネイルとタイトルを見て分かるとーってことでね、まあミカチョウアップということで、まあね、まだあの持っていないというか、まあ未所持のね、まあミカちゃんをねちょっとねゲットしていこうということなんですけども、まあね、確率はまあいつも通りって感じですよ。はい、 1.2 と 1.6 ですね。エンラそう、この 1.6 のエンラがきついんですよ。うん、虹来てもあながち信用できないってやつですね。はい、ちょっとねきついんですけども、ここはまあなんとかね、まあ1点、まあ言うて 0.4 の差なんで、うん、まあなんとかして当てたいところであります。はい、なのでね行きましょう。僕はね、周回をガチって、見て上がる通り、5万ポイントまで食べたのでね、まあ、もちろんこれを全部引く気ありませんけど、もちろんこれをね、全部引く気ないですけど、まあ、50連くらいで決まってくれれば嬉しいかなって感じですね。はい。ということでね、行きましょう。予算は一応50連でいきます。最初に行くよ。ポッ！いきなり10連目から壁引きの可能性あるからね。二次恋はね、来たんじゃないの？来たんじゃないの？これ来たんとちゃうんの？これいきなり神引きするパターン、これいきますよ。せーの、はい。僕は悲しいよ、とても悲しすぎて怒りに変わりそうだ。はい、20連目いきましょう。ミカ出たらね、多分一応ウォッチのパーツもね、まだ残ってるんで、ウォッチのかけらはね、かけらがまだ残ってるんで、あと2つゲットしなきゃいけないんですよ。なんで、まあ、ウォッチ作るところまでね、ちょっとやろうかなと思います。はいよ。さすがにいけるでしょう。せーの、はい。はい。はい。あれ？これどういうことでしょうか？30レベルですね。ミカちゃん？ミカちゃん？ミカちゃん？あー！これもうエンナの呪いやん。マジで。40レベルですね。ちょっと待って、やばくないかこれ。はい、はい、まあ金からワンチャンってこと可能性もあるけど、ないですね。ないですね。50年目いきます。これ死ぬパターンか、これ。はい、やったんだお前。ったくマジでさ、もう中指やて。もうね、なそんでもって何連目か忘れたわ。何連目でしょうか、何連目か分かりませんけどやります。はい、分かんない、50連目いった、もう分かんないけど、あ、間違った。はい、えこれはまさか、ミカ信じないわー、この見合い。何やってんだよ、ちょっと待って、やばくないかこれ。大丈夫これ。ミカキラキラさせちゃうよ、キラキラさせろよ、キラキラしろよ、キラキラ。何やってんだよ、何やってんだよ、お前ウィスパ、お前だよ。お前に言ってんだよウィスパ、お前もうちょっと仕事しろちゃんと。さあ2万ポイント切ります、これで頼むよ。あ、まだ。これはまさか。終わりじゃね。せっかく稼いだ Y ポイントがここで全部パーになるとか、そういうこと。そんなゴミなことある。はい、出なくね？だからさ、だからさ、何やってんの本当に。は？一
そこで 0.1 当てるかならミカゴや。ちでさ、ふざけてるってもう。大丈夫これ、ちょっと一回戻るか。一回戻って再度読み込みして、ではもう一回いきましょう。いきます。はい、もう何年目か忘れましたね。終わりじゃん、もう。これはまさか信用できないですね。何ですかこのラシャ。何その左、左ちょっと今一瞬ジマには揃ったのかなって思ったけど、そんなことなかったわ。はい、何年目か忘れるため練習します。もう一回、はい、N 回目。もう出ないでしょこれ。は、何これ、これまさか、ゴミガシャ。言っちゃ悪いけど、何、ゴミガシャ、ゴミガシャですかこれ。え、もうあと10連しかできないんだが。もうあと10連しかできないんだが。え、はい。